北アルプスのア鉱山帯針対新葉樹林ア鉱山帯針対新葉樹林は北半球の中緯度山岳地帯に成立する森林の一種である。その名の通り、新葉樹を主体とする新葉樹林である。日本のア鉱山帯針対新葉樹林は暖かさの指数で15から45の範囲内で成立するとされている。高度は西日本から中部地方で およそ海抜1500メートルから2500メートル、北海道では、下限は一般には高度数百メートルから同等、道東、道北の一部では、海岸付近から上限は海抜1000メートルから1500メートルに達する。その総面積はおよそ1万6000平方キロ、日本の総面積の約4.4%である。大半は北海道に集中し、 中部山岳地帯がそれに次ぐ。西日本では、四国の石月山、剣山周辺と紀伊半島の大峰、大台ヶ原一帯に分布するが、その面積は、極めて小さく、関東や東北地方の赤山大林もそれほど規模は、大きくない。高木の樹種は、新葉樹は、北海道では、もみ族のとど松と東飛族の栄蔵松と、赤江蔵松、本州では、モミの白と、 大白びぞ、頭皮族の頭皮ほかと、小蜜が、唐松が中心である。ただし、これらの種類が全てで揃うのは、中部地方から東北南部にかけてに限られ、四国、紀伊半島、東北北部の新葉樹林ではいずれかの種類が、欠落する。紅葉樹は北海道も本州もほぼ共通で、カンバを中心に、泥の木その他の柳類や、半の木類が混ざる。 特にア赤ザ山帯の上限、ハイマツ帯との境界線付近では、カンバの比率が高くなるため、カンバ帯と呼ばれることもある。本州と北海道のア赤ザ山帯林は、樹種も外観もかなり似通っているが、以下のような違いがある。ア赤ザ山帯新葉樹林は、日本の以外にも、ヨーロッパアルプスピレネー山脈、ヒマラヤ山脈、ロッキー山脈など、 北半球の中緯度地帯に広く分布しており、その南端は、アジアでは、台湾、ヒマラヤビルマ北部の山岳地帯、アメリカ大陸ではメキシコにまで達する。住所は、新葉樹の頭皮族、モミ族、松族、カラマツ族と、紅葉樹のカバノキ族、箱屋な木族などが中心である。東アジアと北米では、 北方針葉樹林にはない独自の種として、菅族の針葉樹が加わる場合がある。中緯度山岳地帯に分布する、これらの赤鉱山帯針葉樹林は、シベリアやカナダなど高緯度に分布する、北方針葉樹林と、基本的な構成に類似性がある。これは、氷期に軟化してきた、北方針葉樹林が、氷期の終わりとともに取り残されて、 気温の低い高地に逃げ込んだものが赤黄山大林の起源となっているからである。信葉樹は、廃末を例外として、直立的な樹形のために極端な多節に対して弱い。東北地方に赤黄山大新葉樹林が少ないのは、この地域が世界でも屈指の多節地帯だからと考えられている。特に降雪量の多い日本海沿いの山では、赤黄山大新葉樹林がほとんど、 あるいは全く欠落しており、太平洋側の山では、新葉樹の中では、比較的多節環境に強い大白びそだけ、あるいはそれにコメツを交えた新葉樹林が成立する。新葉樹林の欠落している山では、水ならだけカンバブノなどの落葉紅葉樹が、低木化した森が、森林限界まで続いている。この森林帯を、偽鉱山帯と呼ぶ場合もある。 白山山頂部の鉱山帯に分布する、ハイマツ林の一例ハイマツも新葉樹の一種であり、ア赤山大林の上部に群落を作る。しかしその樹形が一般の新葉樹とは全く違うこと、林内の景観がア赤山大林とは全く一変していることから、ハイマツ林は鉱山帯の一部と見られることが多い。しかし、ハイマツの分布の中心である東シベリアでは、ハイマツは、 多くの場合、ウイマツ林の臨床に分布すること、ハイマツ林に伴う、その他の臨床植物がアコウザン大臨と共通であること。実際にハイマツ林に入ってみると、シラビソ、オシラビソなどが低木化して混入していることが多いことなどから、現在はハイマツ林はアコウザン大臨の一部であるという考えが主流になっている。日本におけるアコウザン対新葉樹林の分布。 ありがとうございます。